皆さんこんにちは、こんばんは。今回も始まりましたスノーボード8チャンネル、ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。さて、いよいよスノーボードのシーズンインをしてまいりたいと思います。本日オープンのハンターマウンテン塩原に向かって今車両の方を転がしているわけなんですけれども、天気は快晴で雪もしっかり降雪機で作ってくれておりますので、思いっきり今日は楽しんでいきたいと思います。まあ、とは言っても雪上に立って無事に帰ってくるっていうのが一番の目標ですので、今日は欲張らずにそれなりに楽しんでいきたいと思います。道路状況やバーン状況なんかもお届けできればと思いますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。それでは早速行ってみましょう。8チャンネル、はい、ということで今これはエーデルワイススキー場の横あたりを走っているんですけれども、昨日アップした通り日円もみじラインの道路状況ということでバイクでね走った動画上げたんですけれども、やはり状況は変わってないですね。雪も降っておりませんし雨も降ってないので路面はドライ、積雪も凍結も今のところないということで、現在11月30日午前9時ということで、リフトはもう9時からオープンということなんで動いていると思います。ハンターに向かって進んでいきたいと思います。はい、今これエーデルワイススキー場の横に止まったんですけど、降雪吹いたっぽいですね。白くなってます。試しで吹いてみたんでしょう。エーデルワイスの様子はこんな感じです。で、路面状況はこういった感じ、ドライです。はい、今エーデルワイスからハンターマウンテンに向かっている道中なんですけれども、道路状況このような感じになっております。日陰だけどドライ、積雪凍結ないですね。橋の上も全く問題なく走れております。ハンターマウンテン付近の道路ですけれども、やはりドライ、このように運転しやすい路面状況となっております。今日は混んでるでしょうか。まあコースは混むと思うんですけど、駐車場の入り具合なんかもご覧になってみてください。はい、ということでハンターマウンテン到着いたしました。ハンタマくんが今日も変わらず出迎えてくれております。あ、駐車場もやっぱりそんなに混んでないですよね。そこの駐車場全然止められますね。ご覧いただけますでしょうか。なのでゆったりね、駐車していきたいと思います。はい、ということで到着いたしました。こんな感じの入り具合、そして本日の私のボードですね、結局モスキングにしました。54.5、 そこに T プレートですね、エグゼクティブモデルを装着しまして、前足のバインディングはフラックス XF で、後ろ足をですねバートンのステップオンにしてみました。やっぱりね、撮影しながらバインの脱着が結構大変ということで、後ろ足だけステップオンなので、ブーツも当然ステップオン用のブーツを、右はバートン、左はディラックスですね、こういった初めてのセッティングで滑っていきたいと思います。それでは早速ゲレンデの方行ってみましょう。今日のリフト運行ですね、ハンクワと第3ペアリフトでウォールが滑れるという状況になっております。そしてシーズン券もオープンということで交換してまいりました。さあ、ゲレンデの方に出てまいりましたけれども、下はね草原、まだ降雪の服装ぶりも見せておりませんね。フォトスポットも健在ということで、変わったかな、いい感じになってます。で、今日はゴンドラじゃなくてハンクワなので、上に向かって歩いていきましょう。やっぱり気温も高いですし、自然降雪もねほとんどないので、そのような状況になってます。で、ここをちょっとね足で登る必要があります。これはシーズン中もそうですよね。じゃあリフト乗っていきます。はい、ということで今シーズン1本目のリフトに乗りました。このようにね、雪はついておりませんので、乗り場降り場ボードを持ってこのように乗車していきます。足はプランとしております。こういった形ですね。そしてコースの方を見ますと、このように大草原ですよね。あったかいですからね。紅葉もついこの間終わったばっかりですね。ちょっとワクワクドキドキしますけれども、シーズンインなのでゆったり雪を感じるぐらいのテンションで滑っていきたいと思います。だんだんとコースが見えてきましたね。あれ、ウォールストリートですね。ここから滑り出します。今日は。現在リフト乗ってるんですけど、足元はこういった感じ。そうですよね。あ、でも、霜柱ぐらいですかね。やっぱり降雪機の威力ですね。ウォールは真っ白ということです。リフト降り場に雪ついてないですね。結構歩いてあそこまで行きますね。で、あそこでようやく板履けるって感じですね。マディソンの方は少し雪吹いてますね。でもまだまだって感じです。あ、ウォールはいいんじゃないですかね。豊富に雪がついているように見えます。じゃあ板履いてリフト乗っていきたいと思います。こういう感じで皆さんバンバン滑ってますね。私の板こんな感じですね。ちょっとね慣れてないんでね、このステップオンにちょっと不安なんですけど、前足だけまずつけちゃいたいと思います。
ホッチャンネル。板履いて第3ペアリフト乗りました。そして見えてくるのがウォールストリートですね。いい音が聞こえてきましたけれども、あ、いいんじゃないですか。あ、ウォール、カブ、やっぱり車道変化の下側、昨日見た通り端っこ珍しく芝が出てますね。ハンターはいつもここもね、シーズンインから端っこまでバチバチに使える感じになってるんで、ちょっと珍しい状況ですけれども、このように滑ることができております。シーズンオフの鬱憤を晴らすべくガンガンに滑ってくると思うんで、安全第一で私は滑っていきたいと思います。まあこのようにタイミングを選べば貸し切り状態になってますんで、慌てず滑っていきたいと思います。はい、ということで第3ペアリフトの山頂ですね、ウォールストリート上部、こんな感じと言ってもあんまり見えない、また上からお届けしますけれども、雪は分厚くついてますね。すごいですね。降りて早速滑っていきたいと思います。え、この風じゃやばい。はい、ということで1本滑ってきたんですけれども、結構まあいつも通りなんですけど、片目の雪、ガリガリと音が響くような雪ですね。ただいいとこ乗ってればカービングできますし、まず自分は、ね、サイドスリップでボードの感じとか体の感じを、確認しながら滑ってきたんで、ゆっくり滑ってみました。じゃあこのままね、疲れすぎない程度にガンガン滑っていきたいと思います。なっちゃんにもスーパー会えました。
ということで、ハンターといえばこの人、なっちゃんと早速ね、シーズンインから、お会いすることができまして、楽しそうに滑ってましたね。自分も負けじと楽しんでいきたいと思います。それではもう少し滑っていきたいと思います。ハッチャンネル。ハッチャンネル。ホール上部から見た様子ですね。こんな感じになってます。タイミングによってはこのように誰も滑ってない時もありますので、こういった時はね、見計らって滑っていきたいと思います。今お昼12時15分、お昼の頃でこのぐらいの突き具合ですね。結構滑ってるとここの左右の雪がない部分が目いっぱい使うとね、狭い感じするんで、十分注意して滑ってみてください。まあタイミング選べばこのようにね、空いてるタイミング、狙えますんで、安全第一で滑走できればなと思っております。はい、お昼12時半ですね。このような混雑具合というか突き具合ですよね、このぐらいになればだいぶ自由に滑れるんじゃないかと思います。自分の滑りはね、超ひどいんですよ。ボロボロなんで、これで帰りたいと思います。上から見たコースの狭さ、こんな感じで結構ね、芝出てますんで、行かれる方はご注意して滑られてください。はい、ということで本日のハンターマウンテンのオープン初日の様子をお届けしてまいりました。この辺で終了していきたいと思います。ありがとうございました。はい、ということでお昼まで滑りまして終了にしたんですけれども、やはり行き帰りはこのハンタークワッドリフトに乗って、ボードはこのように持ちまして下っていきます。下りのリフトってちょっと怖いですよね。でこの辺はやはりね、まだまだ自然降雪がないもんで、ニューマディソンなんかも草原ですね。ただウォールストリートはだいぶ楽しめると思いますので、ぜひいらっしゃる方は楽しんでください。ハッチャンネル。はい、ということで車に帰ってまいりましたけれども、今回のスノーボードハッチャンネルはハンターマウンテンのオープン初日を滑ってまいりました。コースの端っこは例年になく芝が出てたり石がね出てたりしてますので、十分注意して滑っていただければと思います。このようにね、インフォメーションにも注意書きが書いてありました。私のボードも芝の上滑っちゃったりしたので、ソールが結構傷ついたんですけれども、まあこの時期はね、傷がついてもしょうがないようなボードで滑ってもらうといいかなと思っております。道路状況やコース状況なんかね、皆様にお届けできればなと思って動画の方を回してまいりましたけれども、ハンターマウンテンに滑りにいらっしゃる方、来たいなと思ってる方の少しでもお役に立てましたら幸いでございます。ということで今回のスノーボードハッチャンネルはこんなところで失礼したいと思います。スノーボードハッチャンネルではスノーボードや乗り物など楽しいなと思えることを中心に動画を作ってアップロードしております。少しでも興味があるなという方はぜひチャンネルの方をご登録していただきまして、過去の動画や最新の動画をご覧いただけますと大変嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。